汐止駅は東京都港区東新橋一丁目にある東京都交通局ゆりかもめの駅である。東京都交通局の都営地下鉄大江戸線とゆりかもめの東京臨海新交通臨海線が乗り入れ接続駅となっている。両社局とも駅番号が制定されており、都営地下鉄が E19、ゆりかもめは U02 である。両線の駅はにエスカレーターと エレベーターが設置されている。また、両線の改札同士を連絡するエレベーターも設置されている。島式ホーム1面2線を有する地下駅。福駅名は、使用サイト。改札は、地下通路内に2箇所設置されているが、両端の改札を連絡する地下通路は一方通行として案内されている。なお、改札口は、使用止め地下通路に直結しており、 通路の地上出入り口が、駅出入り口を兼ねる形となっているため、当駅単体の出入り口は存在しない。乗場島式ホーム1面2線を有する高架機。乗り場開業以降の1日平均乗降人員推移は、下表の通りである。開業以降の1日平均乗車人員推移は、下表の通りである。地下歩道あたり駅の周辺は、再開発地域。 潮止め潮サイトであり、高層ビルが隣立する。当駅と新橋駅の中間付近、日本テレビター前に東京 BRT の新橋停留施設が設けられており、当駅からも容易にアクセスできる。空港連絡バスあたり、駅周辺のコンラット東京、パークホテル東京、ロイヤルパーク、汐止めタワーの各ホテルから東京空港交通により、 成田区工業バスが運行されている。水上バスハマリ級内に、東京都観光汽船が運行する、隅田川ラインのはまり級発着所と、東京都公園協会が運行する、東京水辺ラインのはまり級発着場があり、以下の路線が乗り入れている。なお、東発着所で乗降する場合、ハマリ級の入場料が必要となる。私鉄地下鉄の1日平均利用客数私鉄 地下鉄の統計データ、東京都統計年間、ありがとうございます。